その方言がですね、ごわすなんですけども、まあ、今後はさですね、鹿児島あるあるとしても有名なネタでごわすけども、まあ、鹿児島出身の人と話すときに、お、ごわすっていうか、と期待したり、え、ごわすって言わないの?と、まあ、振っても困るんですけども、まあ、鹿児島の若い人とかなんですけども、まあ、牛も動画というかバーチャル活動してるときには出るんでごわすけども、バーチャルのリアルで人と会うときはあんまりっていうか使わんでごわすね、ほんとめったにですね。某国民的アイドルが出演していた某コーヒーの CM の47都道府県のおはようが鹿児島の方がおはようごわす、割って応援しよっとというふうになっていたみたいですが、まあごわすはリアルで聞く機会はちょっとほとんどないんですけども、まあ、よく聞くのはおはようございますですね。こちらに見るとありがとうございますの方がありがとうさげますまたありがとうさげましたになりますね。こっちはまあ聞きますね。某国民的アイドルが昔缶コーヒーの CM で言っていたおはようごわすというものがありますけども、これは聞いたことないんですけども、挨拶としてですね、ごわすはありますございますなどの意味で、活用形としてごわせごわしなどがあるみたいですね。まあ、ちなみにですけども、世間一般的にはごわすイコール西郷どんのイメージが強いですね。まあ、牛もですけども、まあ、鹿児島ではまあ一貫でごわすね。まあ、年が言ってる方いたりするみたいでごわすけども、まあごわすは、まあ、聞くときは聞きますね。ありがとうごわす。ありがとうごわす。ご苦労さごわした。ご苦労さごわした。チェスト、しみでごわす。ここ最近、鹿児島が全国ネットで、まあ、話題が出ていたりしますけども、最近だと某鉄腕ダッシュで、金谷市のどっさ市場などが出ていたり、こちらの写真ですね。見たことのある風景が出てて、ちょっとテンションが上がってほしいですけども、実は、3月2日にも、鹿児島の話題が某県民賞でやるんですけども、その特集というのがごわすなんですよね。ごわす。鹿児島人といえばごわすを使うイメージが強いですけども、まあ結構ですね、某人気 YouTuber の方がゴビーごわすを使っていたりとか、まあ創作物にも出たりしますけども、まあ、よく聞くごわすというのは、おいどんは西郷どんにごわすとか、ここにごわすみたいな感じで使われているイメージがありますし、丁寧な言い方としてご安祖というのもあるみたいなんですけども、まあ、今ではですね、使っていないという話みたいなんですけどもね、まあ、もしかしたら某県民省でも使っている地域が出てくるかもしれないので、まあ、気になる方はぜひ見て確認してほしいところですね。まあ、ちなみによく今使われているのは何々モスなんですけどもね、まあ、例えばおはようございますとかありがとうさげますみたいな感じで使いますね。